今日は受け身形について勉強していきます。受け身形はとても大切なので、一緒に頑張りましょう。我受け身形。これは、表紙もがれん、もがどんし、ちゃんしょうもがどんつをこの時に使います。例えば、表やんです。褒める。褒める。普通の言い方だと、 お母さんが子供を褒めた。お母さんが子供を褒めた。主語はお母さんです。ちゃんしょっちがどんぞ。ちしょぴょう子供です。子供。お母さんが子供を褒めた。この時は主語はお母さんです。お母さんが子供を褒めた。でも、受け身系の時は子供がになります。 主意是、ちゃんしょうもがンんぞだれん。子供になります。それでは、受け身形の作り方を見てみましょう。受け身形も3種類に分けます。フェンウェイ3乗動詞の1グループ、2グループ、3グループに分けます。1グループ動詞の作り方です。原心らついほいがい成アドアン、アっとわそして、じゃあ、ル。 です。例えば、書く。書く。書くのくは、かに変わります。そして、れるをつけるので、書かれる。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 れる私のノートに書かれた。私のノートに書かれた。ちゃんしょじがどんぞうだし、じえじえ。お姉ちゃんです。普通の時は、 弟がお姉ちゃんのノートに書いた。でも、受け身系はちゃんしょうもがどんぞうだれん注意なので、書かれたとなります。話す。話す。話される。話される。私の秘密を話された。秘密、みみ。私の秘密を話された。ちゃんしょうもがどんぞうだし。てが入信。 買う、買う、買うは、買われるですが、はに変わるので、内形と同じです。買われるではなく、買われるになります。買われる。私が買いたかったワンピース、他の人に買われた。私が買いたかったワンピース、他の人、ビエレンに買われた。 それでは次に2グループ同士の規則を見てみましょう。規則、こいつ、原心だる、びえちゃん、られる。原心だる、びえちゃん、られる。です。見る。見る。見られる。見られる。見られた。見られた。食べる。食べる。食べられる。 食べられた。食べられた。それでは3グループ同士を見てみましょう。3グループ同士は2つだけです。何ですかそうです。来るとするです。来る、来られる、来られる、する、される、する、される、来られる、来られる。本当は 来て欲しくない。来て欲しくない。でも来られる。来られる。来られた。する。される。では、マス形も練習してみましょう。るを消して、ますをつけます。るを消して、ますをつけます。ます、ました。でも OK です。例えば、書かれる。るを消して、 書かれました。書かれました。では、お母さんが子供を褒めた。お母さんが子供を褒めた。この主語を子供に変えて、子供がにします。褒めるは2グループ同士です。なので、褒められる、褒められるに変わります。子供が褒められる。子供が 褒められる。この時は反対になります。子供がお母さんに褒められた。子供がお母さんに褒められた注意したいのが、お、は、にに変わります。子供がお母さんを褒められた。これは間違いです。お母さんが子供を褒めた。オッケーです。子供がお母さんに褒められた。お母さんに褒められた。です。 はい。今日は受け身系について勉強しました。必ずマスターしてください。刺激系は3種類あります。3種類3種。長制、詩可犯人。そして、原因です。それでは、詳しく見てみましょう。長制はどういう意味でしょうかこれは、讓别人做自己要求的。對犯不愿意的。 もがしちんです。そして、しっくふこれは、允许です。對方らん他做、他想做的し。この時にも使います。そして、原因の時にも使います。どういう u the 行為ちゃんしる、もがしちん。この時にも使います。それでは、詳しく見てみましょう。刺激系は動詞だけです。 だけ、自由。動詞だけです。動詞、1グループ、2グループ、3グループ、それぞれ見てみましょう。1グループ動詞は、原心で最後の音を、变成、アートワンします。そして、セルをつけます。原心の通報以外いん、あーだに変えます。そして、そして、セルを加えます。 例えば、書く、書く。最後の、くを、あだに変えます。くのあだは、か、なので、か、か、そして、せるを加えます。書かせる、書かせる。例えば、ちゃんじゅ。この子供は書きたくありません。書きたくない。ぷしゃんしえ。でも、先生が書かせる。 先生が書かせる。先生が書かせる。話すを見てみましょう。話す。話させる。話させる。買うです。買う。買う。買わせる。でも、でも、これはうの時はわに変わります。買わせるではありません。買わせる。そして、会う。ジェミ 会う、合わせるではありません。合わせるです。やお注意。注意してください。かあせるではなく、かわせるです。それでは2グループ同士を見てみましょう。原神ん,んだるはさせるにします。原神ん,んだるをさせるに変えます。見てみましょう。見る、見る、見る、見させる、見させる。 食べる、食べる。食べさせる、食べさせる。それでは次に3グループ同士も見てみましょう。3グループ同士は2つだけです。何でしょうかもう大丈夫ですね。そうです。来るとするです。来るは来させる。するはさせるになります。来るは来させる。 するは、させるです。それではもう少し詳しく見てみましょう。子供が泣く。子供が泣く。これは普通形です。子供が泣く。泣くは一グループ同士です。子供が泣くは泣かせるに変わります。泣かせる。でも私益なので相手がいます。いわえ私益、そういうよというファン。 誰でしょうかお母さんです。お母さんが子供を泣かせる。お母さんが子供を泣かせる。これは自動詞、他動詞のところで勉強しました。女詞は何でしょうかがな。そうです。お母さんが子供を泣かせる。お母さんが子供を泣かせる。お母さんが子供を泣かせる。 以前たくら、お母さんが子供を泣かせた。お母さんが子供を泣かせた。はい。そしてこれは原因でもあります。子供が泣く。お母さんし原因です。お母さんが子供を泣かせた。お母さん調し原因。そういえ、子供くら。お母さんが子供を泣かせた。お母さんが子供を 泣かせた。お母さんが子供を泣かせた。これは主語が人を人に何々させる、何々させた。このように言うことができます。主語が何々をもしくはに、そして使役系というふうに作ることができます。子供が食べる。子供が食べる。 食べるは2グループ同士ですね。食べさせるになります。食べさせる。お母さんが食べさせる。お母さんが食べさせる。この時は子供は嬉しそうです。ンーーユンですお母さんが,食べさ,さんが食べさせる。お母さんが子供に食べさせる。お母さんが子供に食べさせる。お母さんが子供にお菓子を食べさせる。 お母さんが子供にお菓子を食べさせる。这个注辞不理解的话、再看一下、自動他動辞的影片。子供が食べる。お母さんが子供にお菓子を食べさせる。允许です。お母さんが子供にお菓子を食べさせる。はい、これは、ァン犯人の使い方です。では、これはどうでしょうか お母さんが子供に野菜を食べさせる。お母さんが子供に野菜を食べさせる。これは野菜が好きな子供だったら、勇士、祝です。でも、この子供は野菜が好きじゃないようです。この時は、ちゃんじゅになります。お母さんが子供に何々を食べさせる。お母さんが子供に何々を食べさせる。勇子の時も使えます。 そして、ちゃんじゅの時も使えます。同じですが、意味は違います。同じですが、意味は違います。お母さんが子供に飴を食べさせる。お母さんが子供にピーマンを食べさせる。主語が人に人や物を刺激系。この形で会話を作ってみてください。お母さんが子供にケーキを食べさせる。 お母さんが子供にケーキを食べさせない。後ろが否定形になると、不倫死ということになります。お母さんが子供にケーキを食べさせない。お母さん不倫死。子供がケーキを食べる。さあ、ちょっと難しいですが、もう少し一緒に頑張りましょう。私激形の手形にください。もしくは、いただけますかをつけて。 ンランを何々、人乱は何々、ということができます。例えば、休む、休む。休むは一グループ同士です。休ませる、休ませるになります。そして、て形にすると、休ませてになります。休ませて。そして、ください。もしくは、いただけますかをつけます。休ませてください。 チ陳乱を終始。休ませていただけますかなんぼなん乱を終始。休ませてください。休ませていただけますかではもう少し詳しく見てみましょう。明日休ませてください。明日休ませてください。チ陳乱を民転終始という風になりますが、日本人はよく明日休ませていただけますかこれを使います。